お米が入りました。こう入れまして、適当に入れたら、ちょっと慣らして、でこう手をこう入れて軽くちょっと乗せて、ちょうどなんていうのかな、この手首の出っ張ってる、でこうやると出っ張るところがあるんだけど、このラインぐらいがこう浸かるぐらいの量、僕はそういう風に教わってここで炊いてます。全然測んないですね。いよいよ火がつきました。お、吹いてきましたよ。こぼれてまいりましたよ。美味しいです。